公益社団法人日本バレエ協会は日本国内におけるバレエの普及、振興を目的とする公益社団法人。バレエを職能とする者、もしくは将来バレエを職能としようとする者を会員として昭和33年に結成された。主務官庁は内閣府で東京を本部として全国地方別に13支部を置いている。会員数。 約二千六百名。日本芸能実演家団体協議会加盟。対象、昭和の戦時期において一時途絶した、日本のバレエは、戦後すぐに復活したものの、東京バレエ団の解散以降、独立、どっぽの小カンパニー乱立状態が出現した。しかしながら、歴史的バックボーンを持たず、また本場の優秀指導者に導かれることなく、どちらかといえば、 自己流で育ってきた日本バレエの実力は欧米各国のそれに必死著しく稚拙であることは否めなかった。ことに戦後の相次ぐ欧米バレエ団の来日公演でそれを痛感させられることとなり、個々のカンパニーや個人が個別にバレエ技術や講演実施のノウハウの習得に努めても欧米の実力レベルに達するには膨大な年月を要するとの認識が 関係者の間に広がった。そこで連合して、これに対処するために、東ず作海谷青子かいた秀あおこ、こまきまさひで、しまのあ子、谷たにももこ、はっ松,松山樹氏、横山春ると、戦前、戦後まもなくのバレエ界を牽引してきた関係者を、設立発起人に結成されたのが、日本バレエ協会である。もともと欧米、特に、 ヨーロッパ諸国においてバレエは国家文化的芸能として保護・育成されてきたが当時の日本には国公立のバレエ学校、バレエ団が存在せずダンサーの育成は市政の民間教習場に依存していた。またカンパニーによる講演活動はほとんど身銭に切きって行わなければならなかった。日本バレエ協会はこのような時代においてダンサーには踊る舞台を 振付家には作品発表の場を提供し、その育成に努めてきた。また昭和期において、日本のバレエは極端な首都圏集中型にあったが、それを是正すべく、全国各地におけるバレエ振興、育成に力を入れ、地方都市からの優秀な人材輩出に貢献してきている。ありがとうございます。